何がきっかけだったんですか。女性でも自分で食べていけるなんて視覚食かなと思って、それを知らずにやってわーっとお客さん増えて、そうこうしてるうちに、まあ、熊取りばっかりやってるうちに治療する前でやっぱしててなんか、なんでって感じなんですよ。じゃあよろしくお願いします。どう？本当に美味しい。本当に美味しい。今回は何ですか？はい、今回ですね、はい、今 YouTube で熊取とかそういうものしか多分動画内で発信しないんですけど、先生って美容に対してとか、今テレビだったら肌治療とかされてるじゃないですか、はい、そういう知識ってどんどん動画には出してないけどあるっていうところをもうちょっとフラットな場所でちょっと深掘っていけたらなと思う。なるほど。今回のアイボさん。今回ご紹介します、熊取王子です。こんばんは。今日もやってまいりました。今回3回目今日3回目ですね、はい、朝から今日は実はディズニーランドに行ってて、その後に足つぼも行って、実は今日3本撮りと結構ハードなハードスケジュールでしたね。でも最高な一日ですね。ね、先生がもういずれもハイテンションなんで、こっちまでこう上がっていけるっていう。どこまで上がっていくんだろう。意外とね、YouTube 以外のところの先生って、はい、本当に親しみやすくて、まあそうですね、まあ、今日のディズニー動画見てもらったら分かるかもしれない。足つぼのあんなね、うん、叫んでる場面もね。じゃあ私初対面と実際接してみてキャラ違いました？それ前までどんな先生だろう。あ、でも渋谷とかに看板あったじゃないですか、うん、正直僕それしか見てなかったんで、はい、あ、すっげえ綺麗な先生だな。ね、言わされてんから聞いてんだよ。本当に。本当にね、あれですよ、でもそんな自己紹介とかしたことないですね。こういうない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 。美容業界の経歴みたいなの聞いてもいいですか？あ、全然。最初に、大手美容外科に、でその後に銀座のクリニックでちょっと長く働いて、でその後ちょっと開業前に少しまたちょっと準大手ぐらいのところで見て開業したって感じですね。先生ってもともとちっちゃい頃から美容は興味あったんですか？いや、全然。なんかクリニックっていうとお父さんとかお医者さんとか。あ、全然業種違いますね。何がきっかけだったんですか？リアルな回答をすると、はい、女性でも自分で食べていけるってなんか視覚食かなって思って、まあそこからこういろいろ考えて美容に行くんですか。まあその頃は結構中高生とかからやっぱ美容とかってさ、メイクとか楽しいなっていうのがあって、ただやっぱ美容かなっていう。でも結構美容と麻酔科で迷いましたけどね。あ、そうですか。はい。何が仕事だったんで長く働けるかなと思って。麻酔科とかだとやっぱり開業とかしづらいからじゃないですか。麻酔でオペに麻酔をかけるかだから、はいはいはい、なった時に美容の方がいいかなっていうふうに思って。あと結構その人を幸せにするじゃないですか、うん、そういう意味ではいいかなと思って、うん、最終的にはもう一人でこう独立しちゃろうっていう、それはあったんですか？いや、最初に入った頃はそういうつもりは全くなかったんですけど、まあ、途中ら辺からやっぱりそういう、どうしても自分でこうしたいっていうのがあっても所属してるとできないところってあるから、それでやっぱ独立しようかなっていうのはありましたね。先生が今 YouTube チャンネルの名前にも「熊取女王」ってあるんですよ。はいはい。なんで「熊」をそうやってなってるのかっていうのを知りたい。そのさっき言った銀座のクリニックで働いてきた時に、最初まあオペでやってたけど、その先生的には全然オペとしてはまだ未熟だから一からやり直しって言われて、やっぱその先生が安い価格でいろんなモニターを出してくれるわけですよ。こう鍛えとか、その先生的にもう自分の技術に足してないものイコール未熟みたいな、それもまあすごい、自分もこんなうまい人いるんだと思って感動したんだけど、いろんなのを出してるうちに熊取も一つ出してもらった時に、ちょうど熊取をやった人の中にインフルエンサー何個がいたの、うんうん、たまたまそれを知らずにやって、その子が書いてくれたことにわーっとお客さん増えて、そうこうしてるうちにもう熊取りばっかりやってるうちに私も技術が上がっていって、それがきっかけっていうところですね。最初たまたま本当に自分でこれをやりたいって言ってやったわけじゃなくて、でやってるうちに面白くなってきてっていう感じですね。そもそも熊取り以外の先生がこういう先生を打ち出していきたかったなとか、そういうのそういうのであったりするんですか？もともとはやっぱり舞台をやってきたかったなっていうのはあったんですけど、でもまあ今となっては全然熊取りの方が面白いなっていうのはありますね。先生がすごいなと思うところが、今日足つぼいたじゃないですか、女性のマッサージの人がいたじゃないですか、それから熊取りやりたいの時、先生の目がねガラッと変わったんですよ。大根の時代。いや本当に
黒の目になりましたね。あ、かっこいいなって本当に思いました。しかもかこうパッて見ただけで、あ、これとこうとこうでこうだと思うんで今度カウンセリング来てくださいみたいな感じで、もう的確にもうパン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 みたいな。確かに、まあ、あれかっこいいなと思いましたし、あんだけ症例とか今こうやってるから1回見ただけでそんだけ分かるんだなっていうのをすごい思いました。ちなみに症例というか人数はどれぐらいになるんですか？熊取りだけで見て、うん、もう3000人は全然超えて、3000人ですごい、が前数えた時に3000人超えてたんで、大体、うん、でも3000人が3000人熊って違うわけじゃないですか。うんうんうん、なんか熊取りっていろんなあれがあるんですか？傾向とかってやっぱあるんですよ、人によって。もう本当それぞれですよね。この前言ったら、例えば色素沈着あるのであれば、何度かみたいな。あ、そうそう、塗り薬とか。そうそう、手術じゃない人も一部いるんですけど、もう今は歩いてて、立ってみただけ、あ、これとこれやればいいのにって思ってて。すげえ、職業病みたいな。すげえ。でもそれは肌にも言えて、意外とね、結構肌詳しかったりするんですよ。はい、まあ、詳しくないとおかしいですけど、はい、肌治療を打ってるんで。で、肌もこの肌見て、これとこれとこれやればいいのになとか、それも思いますね。熊取りって、熊取りの施術の人に行けばいいんだ。わかりやすいと思うんですけど、肌って正直いろいろあるじゃないですか。なんかもうってなった時に、なんか先生的にどう見るんですか？え、もう経験値で、はい、ゴール地点はだいたいこのぐらいに、私の理想のこれぐらいがいいなっていうのがあるとしたら、その差を埋める感じでこうでこうすればいいかなっていう。あ、なるほど、うん、じゃ大前提ゴールを決めてそこを埋めるためにはこの施術だったらいいんじゃないかみたいな、そういう。どうしてもね、時間かかるからみんな途中で離脱しちゃうんですよね。で、私のゴールにしてる肌っていうのは、女性で言うとノーファンデでいける肌みたいな感じなんですけど、そこまでいかなくてもうシミを取れれば OK とか、やっぱり個人差あるので。美人の3要素知ってます？美人の3要素ですね。本気ポンじゃないですか。使えない。何なんですかね。美人の3要素は左右対称性と、色調、いわゆる肌ですね、うん、あと、フェイスラインって言われてるんですよ。骨格って言われる、あのこのライン、ここの骨格とかフェイスライン、横顔とかで、だから肌って綺麗にする、なんか加工アプリとかってさ、肌綺麗にしてるだけめっちゃ漏れるじゃないですか、うん、確かに。そうそう、それと一緒で。でも分かりやすいよ、肌って綺麗にするだけでめっちゃ変わるから。肌って意外とみんな染み取れれば OK とか思うかもしれないんですけど、大事だと思うんです。え、確かに。え、その加工アプリの例めっちゃ分かりやすいですね。分かりやすい。確かに。一般的にその肌をきれいにしたいっていうじゃないですか。その人たちがやるべきその順序ってあったりするんですか？もう本当、肌の状態による。例えば男の子でよくいるのが、あのボコボコになってる子いるじゃないですか、うんうんうん、あの子たちはある程度剥離した方がいいと思います。もう皮膚も厚くなっちゃってるので、ダーマペとかピーリングを合わせることによって肌を剥がしていく、古いところ。シミがあるんだったら、まあ、とりあえずシミを取るとか、くすみがあるんだったらくすみを取るとか、そのお肌状態によるかなとか。逆に言ってたんですけど、綺麗な人って話すようはする必要はないんですか？やってた方が将来的にはいいみたいな。あ、絶対やった方がいいと思うんですよね。隠れシミとかもありますし。あ、確かに。そう、肌年齢が分かる機会とかありますもんね。ありますよ、うちにも置いてあります。あの今テレビでね、あ、そうそうそう、人気のやつですよね。フィジアですよね。フィジアです。やっぱ開き止めって大事なんですか？めっちゃ大事。紫外線ってシミとかだけじゃなくて、食べみやシワの原因にもなるんですよ。あ、そうなんだ。日焼け止めって普通に、あの普通に個人的なあれなんですけど、洗顔で落ちる OK、クレンジングとか。ウォータープルーフタイプじゃなければ、あの普通に洗顔で落ちるんだけど、ウォータープルーフタイプって結構あると思うんですけど、あれはやっぱり、要するに耐水性なので、油で落とさないと、水がね、弾いちゃうから。でも、海とか行くんだったら、絶対ウォータープルーフタイプとかをした方がいいし、海から出た後も拭いて塗った方がいいですね。実際めっちゃ日焼けしちゃいましたもんね。やっちゃいました、僕は。え、塗らなかったの？塗ってなかったっす。もうだって重症ですよ。重症だよ。使用した意味何ってなってる。本当にやるかしました。じゃあ本当にこれ改善してほしい。失敗モニターとしてやってほしい。怖いのって治療後の日焼けとか治療前の日焼けなんですよ。治療前に日焼けしてる場合はもちろんできませんって言えるんだけど、治療後に日焼けされちゃうと、治療で負荷がかかってる肌に日焼けするから色素沈着特効の原因になって、他のスタッフにも言われてませんでした？色沈って言われました。茶色く跡になって残っちゃうんですよ。最悪です。しかも日焼けしたことによってめちゃくちゃお肌が乾燥肌になってるから、これも注意しなきゃいけないですね。やっぱり乾燥肌になっちゃうとね、ちょっとね、潤いしっかりある感じする。いいっすか？うん、嬉しいです。私が新しく頼んでる化粧水と美容液が結構いいので、それをちょっとプレゼントするので。本当ですか？
やった方がいい。やりますよ、ぜひ。すごい治療する前で悪化してて、なんかなんでって感じだった。先生、本当にどういう化粧品がかかるんですか？あ、それはでもなんかそんなすごいとかじゃないんですけど、うちが置いてあるケアシスっていうエレクトロポーションの会社が出してるやつなんですけど、こういう敏感肌とか日焼け後のお肌とかにも使えるもので、保湿力がすごい高くて、私めちゃくちゃサウナ行くんですよ。でサウナの後ってお肌乾燥するじゃないですか、サウナの後にそれ持ち込んでるんですけど、めちゃくちゃプルンプルになる。じゃあ逆に日焼けしてよかったっすね。そんな情報知らなかったからね。みんなに動画で伝えてたっていうのが、そのための日焼け。あーすごい、先生のための日焼けだから。でもそれによって自分がスキッチンしちゃうんだよ。そうだから、これ直してほしい。結局治療だけに頼っちゃダメってことですよね。そうですね、ちゃんと日焼け止めをね、屋外に行くんだったら塗ってください。わかりました。クリニック外 そのセルフケア、自分のケアっていうもので、その一般の方ができるものって何が一番重要なの？一番重要なのは日焼け止めじゃないですか。紫外線は本当に良くないので、ただ紫外線メリットもあって、紫外線によってビタミン D が活性化されて、やっぱ骨とかが丈夫になったりとかするので、紫外線を完全にカットするっていうよりは適度に浴びることは必要なんですけど、浴びすぎるとやっぱりシミやシワ、赤みの原因になるんですよね。なので日焼け止めしっかり塗っていただくことが大切かなと思います。美容整形って今日本に浸透してきるとはいえ、まだ抵抗ある人とか、整形すんのっていうのまだ正直いるじゃないですか。なんかその人の明るい未来のためにこう差し引いてみたいな感じ、いいものだと思うんですけど、悪いものって捉えてる人中にはいるじゃないですか。それってなんでなんですか？あー確かに、まず一つは女性感だと嫉妬とかあるんじゃないですか。あー、うん、そっちか。女子あるあるなんですけど、それは気にしなくていいかなと思うんですけど、ただやっぱりその男友達に言われるとか、親御さんに言われるとか、そういうのやっぱり聞くんですけど、やっぱり、ね、個人でも感じ方の差はあると思うんですけど、整形してね、私が全く別人になるわけではなくて、その人の良さを最大限に引き出してるだけだから、もう時代も変わってきたし、メイクと一緒ですよね、今私から言わせると。なるほど。じゃあメイクしなくてよくないっていう話になって、一般人の人が美容整形に対してネガティブになるデメリットっていう何があるんですか？やっぱり怖いんじゃない？手術だし怖い、あと費用面とか、あと失敗したらどうしようとか、でも結局は一番大きいのが怖いだと思いますね。私とかも業界にいるからさ、もうこの手術このぐらい、この手術このぐらいっていうの分かってるからあれだけど、その人はダウンタイムどうなんだろうとか、痛いのかなとか、手術って言って、なんか病気とかだったらもうせざるを得ないじゃん、でもしなくてもいいわけだから、そこじゃないですかね。確かに。だから最初のドクター選びってめっちゃ大事だと思います。何を基準にやるか、正直めっちゃ飽和してるじゃないですか、ね、マジ難くないですか？一番間違いないのは、私が自分がするときも絶対そうするんですけど、マジで周りの友達が受けた先生で口コミよかった先生を選ぶのが一番いいと思う。この先生のこの手術よかったよっていう口コミを実際自分の友達でリアルに受けたものを聞くのが一番いいかもしれないですね。それは間違いないかなと思います。一番信用性ありますよね。でもなかなかそれ難しい場合だと、どうなんだろうな、やっぱすごい広告じゃなくて、まあ、インスタの症例見たりとか、でも症例も結構加工してる先生とかもいるので、その辺は気をつけた方がいいかもしれないですね。今でだとなんかその整形やかっていうのを作って、結構そのネット上で広まっていくことはあるんです。整形やかを一人一人持ってて、そこでこの先生よかったね、そういうのって結構信憑性っていうか、どうなんですかね、はい、その子がいいと思って本当に書いてるんだったらいいんですけど、クリニックからお金もらってとかの場合もありえるから、ってなったら本当にもう直接の友達同士の口っていうのが一番いいですね。あとやっぱりカウンセリングに回ってもらって、その先生との相性とかも見た方がいいかもしれないですね。先生との相性ってどういう相性なんか、しっかり話を聞いてくれる方がいいっていう人もいれば、お任せしたいっていう人もいると思うんですよ。なるほど。いや、それを喋ってみたときに、それってやっぱりそれこそ相性ってあるじゃん、自分が合わないって思ってる人と、はい、仮にやってうまいって聞いても、その人とやって違うってなったときに、術後のフォローとかっていうときに向こうですっていうのってやっぱり意思疎通しづらいじゃん。なるほど、それむずいっすね。やっぱじゃあいろんなカウンセリングを受けてここに一緒って見るのがいいんですか？回った方がいいと思います。へ
掘れば掘るほどいっぱい出てきますね、やっぱ先生ね。出てきます、ね、うん、こっちは僕勉強になります、うん、本当に勉強になる時間だった気がするね。これ一生続きます、一生続くあれも思った、これ一生続くなと思った。面白い、面白い、面白い。僕らの感覚の人間ってやっぱりたくさんいるじゃないですか。それを乗り越えた人をやっぱ施術して、やっぱそういう関わりを持っているっていう、そのたくさんそういう経験がある先生からのこういう意見ってめちゃくちゃ貴重だと思うんですよ。現代はこういう SNS があって、そういう話を、まあ、ちょっとネットを通してすぐ聞けるって、なかなか発信しない先生もいるじゃないですか、ちょっと美容先生みたいな。でもその中で発信していくって、まあ、これもなんなら先生を選ぶっていう部分がめちゃくちゃすごく役に立つというか、本当に親密を持てるんじゃないかなと思います。こういう発信もね、今後ちょっとやっていった方がいいかなって思いました、ね、確かに、はい、先生、今日本当にいろいろなんかありがとうございました。ありがとう、はい、だこうやってるってね、プライベートっていうかね、なんか多分聞けることってないじゃないですか、先生と、うん、っていうところでね、先生が YouTube やってくれてるからこそこう発信できるっていう、はい、そこも嬉しいですし、いろいろ聞けたんで、なんか本当にためになりました。ありがとうございます。何だか照れますか？はい。今度私手料理を振る舞いたい。あ、いいですね。手料理をしながらそのね、話をしていくって。で、さらにちょっと視聴者の皆様にもためになるようなダウンタイムにおすすめの料理とか、そのあたりも作っていったのと、あと私が個人的に得意料理を振る舞いたいなと思って。え、嬉しい。僕も結構サラダとです。本当？はい。じゃあ準備するから全部洗ってもらって。マジで。ということで、つかつか、はい、うちの家に来ていただいて、ぜひ、はい、やっていこうと思います。はい、お願いします。お願いします。ご視聴本日もありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。